リリー・ジェーン・コリンズは、イギリス出身のアメリカ人女優、モデル。父は、イギリスのミュージシャンであるフィル・コリンズ。イングランド・サリー州・ギルフォードにてミュージシャンである父、フィル・コリンズと、2番目の妻であるジルの間に生まれる。2歳で、BBC のテレビシリーズ、愉快なシーバー屋の英国版に出演。両親の離婚後、5歳で母と共に、 アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスへ移住し演劇を学んだ。2008年、南カリフォルニア大学大学院のアンネンバーグコミュニケーション学部に通った。大学発の代表としてメイプルカウンセリングセンターの評議委員を務め、10代の子供とその親が心を開いて会話ができるプログラム、トークモアクリエイトコネクションズを設置。初めて女優として出演したのは、 彼女が2歳の時だった。ジャーナリズムに対して非常に興味を持っており、10代の頃に A ファッション誌、エルガールで LA コンフィデンシャルという欄を開設し、読者にロサンゼルスのトレンドやホットスポットを紹介する記事を書いた。ロサンゼルスタイムズなどにもコラムを書いている。また、ベ雑誌、セブンティーンのために民主党と共和党大会を取材し、2008年には、 ニコロデオン放送の番組キッズピックザ・プレジデントのキャンペーンのためにセブンティーンドットコムにブログを書いた。ニコロデオンの顔として7歳から12歳くらいの年齢層にエンターテインメントやポップカルチャーなどの最新情報を届けており、ニコロデオン史上初の就任式放送である米大統領バラク・オバマの就任式なども含まれる。ニコロデオンのハリウッドハングの司会を務め、 同番組で放送されるテレビシリーズの撮影現場や映画のプレミア会場、受賞式の中継など様々なイベント会場でレポートを行っており、2008年ヤングハリウッド賞のレッドカーペット新人調査員賞を受賞した。モデルとしても活動しており、2008年にはスペインのグラマー市で最優秀国際モデル賞に選ばれ、2009年に同志の表紙を飾った。 2013年10月には2014年よりフランスの化粧品、ブランド、ランコムの新たな宣伝大使に就任することが発表され、ミューズとして華やかに活動している。2008から2009シーズンのシンビバリーヒルズ青春白書シーズン1の最終話を含む2話に出演し、同じ2009年にはアメリカの雑誌、 マクシムのザ・ホッテスト・ドーター・オブ・ロックスターの一人に選ばれた。また、この年に公開された映画、幸せの隠れ場所にサンドラ・ブロック演じるレアン・トゥーイーの娘・コリンズ・トゥーイー役で出演した。2011年には映画、プリーストでのルーシー役や、テイラー・ロートナー主演のミッシング・アイディーのカレン・マーフィー役で出演している。2012年には、白雪姫と鏡の女王の 白雪姫の役で初主演を務め、A テレグラフの記者ロビーコリンは彼女を、リリーはとても愛らしく、素晴らしく、オードリー・ヘップバーンにリアム・ギャラガーの眉をつけたような完璧な顔をしている。彼女の笑顔は理想的なほどの純粋さとセクシーさを兼ね備えていると表現した。また、この作品のダンスシーンで使われている、アイビリーブで父親譲りの歌声を披露している。 7月に、プロモーションのため訪日した。2012年秋、コメディドラマ映画スタック・イン・ラブに出演し、トロント国際映画祭でプレミア上演された。2013年、カサンドラ・クレアの人気小説を原作とする映画、シャドウ・ハンターでは、主人公のクラリー・フライを演じた。同年ザイングリッシュ・ティーチャーで、ジュリアン・ムウーアと共演した。2014年、 ロマンティックコメディドラマ映画、あと一センチの恋で主演を務め、サム・クラフリン演じる幼なじみとの恋と友情を描いたラブストーリーに出演。12月に三度目の訪日をしている。米、ナイロン氏のインタビューで、イギリスの田舎で育った私は野原を駆け回って、自分で物語を作っていた。本を読んで、頭で映像を作るような女の子だった、私は遊び歩いたりしないし、 パーティーにも行かないの。お酒やドラッグをやったこともない。そんなのは私じゃないし、これからもそうはならないと思う。と語っている。プライベートでは過去にテイラー・ロートナーやザック・エフロン、ノア・センティネオと噂があり、2013年7月までは俳優のジェイミー・キャンベル・バワーと交際していた。2020年9月に自身のインスタグラムにて、チャーリー・マクダウェルとの婚約を発表。 2021年9月7日に指揮を上げたことを自身のインスタグラムにて発表した。ありがとうございます。